孫六道は、新末民発の武術家。形意見、八家手のひらの達人、孫式太局権の創始者。意味名は、伏前、字は、六道。道号は、関西。各蜘蛛神、直雲幸と共に、後世の人々に、形意見の近世三代名手の一人と称賛され、内科三権の融合論を説いた、内科権を代表する達人の一人である。 幼い頃より武術を好み諸学は、リーサ元より形意見を学ぶ。その後、リーサ元が、一心上の理由から閉門すると、理の師である核運心より、形意見を学び、核の友人であった定定家からも、八家手のひらを学び体制する。要健康の太極拳に感動し、武士気極拳の達人、各ためさの太極拳を学んだ。形意八手の 対局権の精髄を融合し、日々練習を重ね、独自の孫式対局権を創造した。これにより孫は、硬い、発揮、対局の三門の求めるところ同じであるとの認識を得て、内科三権の合一論を提唱するようになる。1928年には、内科権で最高の達人であるとの評価を得て、中国武術の全国的統一組織であった南京。 中央国術館に、武藤門門長として招兵されるが、間もなく、それを辞して、チャンス商国術館に退き、副館長兼究務主任に就任した。著書には、形井見学、八景手の平学、大局見学、拳井、十妻などがある。その弟子には、孫鶴木も、孫あり衆、古宝山などが著名である。 孫六道はズバ抜けた身体能力で有名である。カツサル六道との異名を持つ。ありがとうございます。